ロシアのウクライナ侵攻で原発への武力攻撃への懸念が高まる中、全国知事会は総理官邸を訪問し、対策を取るよう政府に要請しました。全国知事会の会長・鳥取県の平井知事らは、国内の原発への武力攻撃に備えた対策を取るよう、磯崎官房副長官に要請しました。 ロシア軍によるウクライナの原発への攻撃が行われる中、日本国内でも原発への武力攻撃に対する懸念が強まっています。ロシアのウクライナ侵略は大変な厳しい原子力災害の危険を生じてきました。原子力発電所の安全を保障してもらう必要があるだろうと。